こんなことを学ばせてもらったら、翌年20代だったんですけど、年収、まあ、1000万ぐらいになったんですよ、はい、すごいですよね、ただ、こうなっていくんですよ、僕が、だんだん、で、こういうものをね、ポキっておらなきゃいけ,ればいけないような、ちょっとエピソードがあるんで、ちょっとお伝えするんですけど、当時ですねあ、あちょっとごめんなさい、口変わってきちゃった。 ああ本番でで飲めた。ありがとうございます。す当時ですね、長野県にアポイントを取って、まあ、遠方だから1人で行ってこいということでピーンポーンって「あるまる株式会社の山田ですけどもお約束でお伺いしました」って言ったら「はあ、どちら様ですか?」と「お約束なんかしてません」と「いや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 お約束したじゃないですか何時に」って言ったら「いや おお約束なんんんかかかしててまませんからお帰りいたただけますすって言われたんです僕、東京から長野に来てるから、そんなに帰れないわけですよ、すぐに。でそんなやり取りを、ね、10分ぐらいやったんですね。そしたら、そんなにしつこいんだったら、おまわりさん呼びますからねって言われたんです。ああ、もうすいませんって,って。で、上司に早速報告しました。いや、もういろいろ手尽くしたんですけど、おまわりさん呼ぶって言われちゃったから、ちょっともう限界ですおお、そうかそうか、分かった、山田。そしたらな、おまわりさん呼んじゃいよ。 でお巡りさん呼んだら本人に「会えるぞ」「頼んだガチャッ」って言われたんですで僕はね上司にすごいお世話になっててこれ何か意図があるなと思ってね素直に従いましたピンポン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 って皆さんピンポンダッシュしたことありますこれ逃げないんですよもうずっと押してるのだからねお巡りさんを呼んでくれみたいな感じですよそしたらね10分後パトカーがやってきました2人のお巡りさんがやってきて 一人のお巡りさんは向こう、もう一人のお巡りさん僕に着いたんですけど、まあお巡りさんも賢い、離されるんですよ、わーって、100メーターぐらい。で、どうしたの、山田君、営業、いやー、大変だね、どっから来たの、東京、いやー、ご苦労様ですみたいな、雑談をね、30分ぐらいしました。はい、そしたら、向こうのお巡りさんがとことことこってやってきて、山田君、もうね、相手のお客さん嫌がってる。だから今日はお帰りいただけるかな。今度やったらどうなるか分かってるよね。 分かりましたどうもすいませんでブーンって帰ってる途中にまた上司にほぐしましたちょっと怒り口調で「お巡りさんは呼びましたけど本人に会いませんでしたよ」って言ったんですそしたら「おおそうかそうかそれはそうだろうな」って言われたんですではあと思ったんですけど「俺はなお前お巡りさんに30分も座談したんだろうと」とさあ、俺はお巡りさんに営業してほしかったんだ」って言われたんです 俺の考えが伝わんなかったなーって「分かるかボケ!」っていうねこの心の声があったんですけれどもその上司によく言われてました山田営業っていうのはな答え正解がないと常に考える力を身につけろってよく言われてましたであの先ほどね理不尽な上司に会った人って言って手を挙げてくれたじゃないですか皆さんで僕ね今だからすごい分かるんですけどこれ原点だなと思ってるんですよ 理不尽にやられたことが、はい、僕は本当にこれ原点で今の自分があるって証明ができるので今理不尽の上司に会ってる人はねその部下もしくは自分のことを成長してくれるためにやってるんだなって思ってほしいんですよそして理不尽な上司の人って言って手を挙げたぐらいの人もいましたけどねいましたよねああいう人たちは理不尽な上司から学んでるから理不尽な上司になってるんですよ。ね そそううでですす。よね、そうそうなんですだけどこういう理不尽な上司だからこそ部下のことを成長して僕もねこうやってみんなみんなの前でこうやって話ができてるわけじゃないですか、はい、だから僕はこれからはね理不尽な上司を応援していきたいと思います。はい、い僕の話は以上です。ありがとうございました。